を果たしました選手の皆様に花束の贈呈を行いたいと思います。この花束は張貴瀬監督、そして選手会長の山口隆弘選手に、贈呈したいと思います。それではプレゼンターとしまして、落合和弘平塚市長、そして BMW 北野俊様、どうぞお上がりくださいませ。それでは落合市長から張貴瀬監督にまずは花束の贈呈でございます。そして続きまして選手会長の山口隆弘選手に北野俊様からのプレゼントでございます。湘南 BMW オーナー北野俊様から花束の熱い抱擁が贈られます。どうもありがとうございました。記念撮影とかしましょうか、ね、せっかくですから。では大丈夫ですか、お花を持ったお二人とプレゼンターの方々と、はい、記念撮影写真大丈夫でしょうか。はい、写真撮影。じゃあ皆様寂しいので拍手かなんかしていただいてよろしいでしょうか。ここでプログラムにはないのですが、ぜひ監督からこの選手に話を聞いてほしいという今ちょっとございましたので、古橋達也選手に。体育教師でございます。まず1年間熱い応援ありがとうございました。今シーズンこのチームに呼んでいただき本当にありがとうございました。去年おととしと本当に辛い思いをして、試合になかなか絡めずに本当に、悔しい思いをしました。でもこうして今日、皆さんと一緒に喜び合えて本当に嬉しく思います。今日の J1 昇格は、ゴールではなくスタートだと思ってます。来年は J1 でまた一緒に暴れましょう。ありがとうございました。古橋達也選手、もう本当にいぶし銀のような、プレーで私たちを楽しませてくれて、ここぞという時のトップスピード本当にたまりません。ありがとうございました。トップスピードで言えば高山薫選手のトップスピードはね、トップの上にまたさらにトップオブザトップがあるような速さもありますけれども、今日はゴールをした後にベンチにかけていった速さ、速さはすごいなと思いました。さすがです、スピードマスターです。さあ皆様と和やかに過ごしてまいりました。この J1 リーグ昇格報告会ですが、そろそろお別れの時間も近づいてまいりました。ここでご来場の皆様と全てのサポーターの皆様、そして関係者の皆様へ、湘南ベルマーレ代表取締役真壁清よりご挨拶をさせていただきたいと思います。社長さん、だるまが出てくるはずなんですが出てきました。すいません、フロントスタッフの方、フロントスタッフの方ですね。不親切ですね。マイクを持ったままだるまに目を入れさせる会社。みんな勉強するぞ。
皆さんこんばんは。皆さんのお支えでもう一度 J1 にチャレンジができます。最後のチャレンジにしたいと思ってます。2009年の12月5日、やはりここに立って皆さんにご挨拶させていただきました。今後ろでこの歓喜の瞬間を見ながら、昇格争いの報告、昇格の報告の会はこれで最後にしたいとつくづく思いました。次は優勝の報告、そういうドラマにしたいと思っています。今シーズン臨むにあたって皆さんにお話をしました。藤田撤退から13年、今シーズンはその13年のベルマーレのあり方が正しかったのか間違ってたのか、それを検証する年にしたい。若い力で翔という1年目の監督だけども戦っていきたい、そうお話をしました。その結果はこれです。私たちは小さいクラブですが、間違いなく一歩一歩進んできて、そしてこれからも成長していく、そういう強い確信を今持っています。二度あることは三度あると言いますが、よくよく考えてみてください。昇格は三度目です。もう降格はないんです。皆さんと一緒にまたあの難しい戦いを一緒に戦っていこう、そう思ってます。よろしくお願いします。最後に今日は行政の組長の皆様、たくさんの応援団の皆様、スポンサーの皆様、ご出席いただいてます。皆さんにも大きな感謝を私から表したい。その中でも特に2人だけいいですか、私から感謝を言っても。今シーズンここまで戦ってこられたのは、なんか僕はかかっちゃって大丈夫、 OKOKOK すいません、慣れてないんでね、まだここでやるのが2回目なんで、もうやらないんだ。今シーズンここまで戦ってこられたのは、今シーズンから、肩の相撲さんについていただいたチェッカーモーターズの成瀬さんのおかげです。アウェイの試合、私より全部、私はちょっと一回欠席してるんですけども、全部言っていただきました。チェッカーモーターズさんはそれウェルプラスホールディングスの支えがなければ、今日この日は迎えられてません。そういうわけで皆さんから盛大な拍手、あれ誰かその時こう上に上げてこなきゃダメでしょ。すいません、工場に慣れてないもんで。それは私の妻ですとか言うとですけど、芸能っぽいことになるんですけど、そうではなくて、こんな喜んでる今も、新しい日本のサッカーのためにクソ熱いところに行って頑張ってる3番がいます。最後に皆さん、渡辺のコールしちゃってください。代表取締役真壁
申し上げました。そして遠藤航選手もね、本当に頑張ってくれています。渡るにいい報告ができてよかったなと思っています。